木船神社演習かけつか木船神社礼祭は、静岡県岩田市かけつかにある、木船神社の祭礼。演習地方では単に、かけつか祭りとも呼ばれる。10月第3土曜、日曜に行われる。演習地方では有数の屋台祭りとして知られており、木組、よくみ、志組、ことぶき組、た組、角組、な組,組、大組、ひ組の9組が屋台を繰り出す。 かけつか祭、屋台林は、静岡県無形民族文化財に指定されている。東うと国町上軍かけつかのかけつか港は、天竜杉を海鮮業者に取り継ぐ、拠点港として、あるいは遠州灘の風町港として、室町時代後期から繁栄した港町であった。かけつかの木船神社は、高尾神を祭神としており、海鮮業者からの数計が扱った。 その材木と演習の宮大工、及び、尾張国、三河国の道具彫刻、仏壇彫刻文化が融合し、江戸時代後期には、現在の演習が大層大東派府の屋台が作られた。すでに、江戸時代後期には大東町の屋台が引かれていた。明治以降には、地元の大工によって屋台が製作された。祭りのマンホール屋台200年以上前から、 屋台が出ていた祭礼であり、演州地方では有数の屋台祭りとされている。尾張徳川家の御用堀氏を務めた堀町の一門とその子孫や諏訪立川流の影響を受けた彫刻師が多く屋台彫刻に携わり、これらの屋台彫刻は演州の道具彫刻文化の藩となった。掛塚祭りの屋台は演州地方西部に多い一層大東派不要式の屋台である。 一層大東派府の屋台は日本各地にあるが、かけつか祭りの屋台の特徴として次の2点が挙げられる。遠州地方の祭り屋台は、かけつかを手本としたものが多く、二股祭り、福田六社神社祭礼などで類似の屋台が作られたほか、浜松祭りの屋台にも影響を与えた。かけつか祭りは林祭りとしても有名である。 かけつか祭りの林の起源として、一説には、南北朝時代に、宗長親王の一行が、とうとうみこくいなの飯谷を目指す途中、暴風雨で、かけつかの隣の白羽に漂着し、そこから飯谷へ向かう途時に、かけつかの祭礼に出会い、随心が、極行林などの林を伝授したとされる。遠州の祭礼林としては、三者祭礼林と並んで、かけつか祭、 屋台林として、静岡県無形民族文化財に指定されている。ありがとうございます。